また今回は4日間の日程、ボートレース多摩川、その開催初日の競争もラストカードを迎えております。この第12レースは静波祭りドリーム戦です。対戦メンバーは1番浜野谷健吾、2番金子龍介、3番沖津愛、4番山田隆一、5番大峰豊、6番上条信孝、以上の6選手です。オッズの方は3連単1、2、4の組み合わせ、特に票が集まりました。このラストカード、バッカの6選手待機行動は枠なりに進んでいます。さあ、この2走目も展示トップタイムから1コースへ向かっていきます。1番の浜野谷です。そして2コースに2番の金子龍介が向かっています。1走目は差しさばいてレーンに絡んできました。3番の沖津がセンター3コースを陣取っていきそうです。残りの3選手、4コース今背中を向けていくのはドリーム組、前半白星上げての登場、4番山田隆一です。そして5コースへ向かう5番の大峰、サイアート6コースには6番の上条がつけていきます。ホームへ移りましても定番通り各選手コースを埋めていきました。そして体型3対3、初日メインカード第12レース静波祭りドリーム戦です。進入体型はインコースから123ダッシュが456です。1番の浜野谷がいいスタート、1周の第1ターンマークへ向かっていきます。逃げを打とうという1番浜野谷に2番の金子は差しのハンドル、3番沖津のまくり差しは浮いて1番浜野谷がトップに立っていきました。スタートは前提正常でした。これを追っていきまして遠く離れた2番手には2番差しから5番の大峰が2番手をつけています。その外にまくり出した3番の沖津か、差した2番の金子か。さあ、3番手ラップ状態から5号艇大峰にも接近する勢い。さあ、5番大峰は内迫る小回り、2番金子や外へ行く3番沖津を振り切って2番手優勢を保っています。1番5番手も乗ってきています。その後方で2番の金子が3番手1本前、これを3番沖津が僅差で追っています。46は後ろです。3番手争いですが2号艇金子が内を運んでいきます。2号艇の金子が踏ん張ってバック側3番手です。外を追った沖津の3号艇は4番手、上位が1番5番2番です。その後方で3番沖津は後方の4番山田や6番上条に追いつかれつつあります。2周の第2ターンマーク、1号艇、5号艇、2号艇の順番で旋回、ちょっと前方の引き波になぞり加減だった2番の金子ですが3番手守っています。最終周回に各選手が入っていきますが、上位3選手順番変わらずの1番、5番、2番です。その後方で3番沖津、4番山田、6番上条は最後方です。1号艇、5号艇、2号艇の順番でバック側へ抜けていきます上位勢。さあ、最後の大型映像前を通過していく1番の浜野です。スタートも決めていきました。このドリーム戦さっそうと押し切っていきまして大きくリードを取っています。第2ターンマークトップターンする1番の浜野屋、続いて5番の大峰、さらに2番の金子と折り返してまいりました。上位体制は1番、5番、2番、まもなくゴールの順位です。まずは先頭1番浜野屋ゴール、5番大峰ゴール、2番金子ゴール、後方が3番、4番、6番ゴール、以上第1